今回は荷物が届いたっていうね、自分が頼んでたものがね、ただ届いたっていうだけの話なんだけどね、開封していきたいと思います。一旦お切りします。ではでね、こうやってね、横から、切り込みをちょっと入れていくっていうことですね。今これ切り込みに乗せればいいけどね、こうやってね、切り込みが入っていくっていう感じね。ちょっと形スタビライザーとかあるわけじゃないから切り抜きってわけじゃないんだけども、こんな感じですね。開けたらね、こういうものが入ってたんですけどね、新聞がね、普通に緩衝材として入っていますね。で、これを切るとちょっとずつ、じゃんと切るんですね。そう、これじゃなかったな、自分で何買ったか開けて気づいたわ、だったねって思った。BMW のね、車ですね、確か。大々色のバイクですね。最初のトミカだと思ったら、あったねーって言ってね。しばらく出してなかったから、買ったのはいいけど出してなかったですね。BMW でした。レトロなね、グッズだというのを買ったんですよ。かっこいいですよね。はい、また次の段階やってます。では。動画のね、長さが長いから、第1弾ですね。鬼滅の刃が入ってるわけじゃなくて、別のものが入ってるってことですね。第2弾に続きます。そういうことです。